さんこんにちは。今日は名古屋市の女性活躍推進事業についてご紹介します。名古屋市では女性活躍推進事業として様々な事業を実施しています。中でも名古屋市女性の活躍推進企業認定表彰制度と名古屋女性活躍応援企業見える化サイト、愛称名古城応援サイトについて名古城応援サイト編集員のヤーゴと一緒にお伝えします。まず名古屋市女性の活躍推進企業認定表彰制度をご紹介します。この制度は女性が生き生きと活躍できるような取り組みをしている企業を認定する制度です。認定企業のうち特に優れた取り組みをしている企業を表彰します。制度には2つの部門があります。1つが企業部門、名古屋市内に事業所がある企業等を対象としています。もう1つが従業員部門、管理職としてロールモデルとなっている女性や今まで女性が配属されてこなかった分野で働き職域拡大の先駆者となっている女性を表彰します。企業部門は2回の審査で決定します。一次審査は書類審査です。女性の活躍促進に関する理念・方針などを定めているなど全部で34の項目をチェックします。二次審査はヒアリング審査です。女性活躍についての企業としての考え、これまでの取り組みや今後の計画などをプレゼンしていただきます。これで認定企業や表彰企業が決まります。認定企業には認定マークを使っていただいています。企業のウェブサイトやパンフレットなどにマークが掲載されています。また名古屋女性活躍応援企業見える化サイトにはすべての認定企業を掲載しています。毎年冬にはその年度に認定された企業の認定表彰式を開催しています。この制度は平成21年度から始まり、女性活躍推進企業は年々増加しています。女性活躍推進企業にはどのような企業があるのか、どのような取り組みで女性の活躍を推進しているのか気になりませんか？それらを紹介しているのが名古屋女性活躍応援企業見える化サイト、愛称名古城応援サイトです。名古城応援サイトでは名古屋市女性の活躍推進企業として認定・認証した企業が実施している女性の活躍推進に関する先進的な取り組み事例、ベストプラクティスを広く紹介しています。名古城応援サイトはこんな人におすすめです。就職を控える女子学生の皆さん、働きたい女性や働き続けたい女性へ、就職先やキャリア、働き方を考える際の参考になります。女性の活躍推進に取り組みたいけどどんなことをすればいいのか迷っている企業の皆さんへ、取り組みの参考にどうぞ。実際の取り組みなのでヒントになります。名古城応援サイトにはいろいろなコンテンツをご用意しています。認定認証企業の情報を掲載しています。女性の活躍推進企業の男女比率は、管理職の男女比率は、どんな取り組みに力を入れているの、女性の活躍推進企業がどんな企業か分かります。またここでしか読めない特集記事もご用意しています。副市長と女性の活躍推進企業の対談は組織としての取り組みのヒントになるかもしれません。ピックアップ企業紹介では女性の活躍推進企業をピックアップし、実際に働く女性管理職や家事・育児との両立を頑張る女性社員などの生の声をお届けしています。女性活躍に関するイベント情報も掲載しています。また女性活躍推進企業になればここで情報発信も可能になります。女性活躍推進企業を知ることも発信することも可能な名古城応援サイトです。
ところで近年、女性活躍という言葉を聞く機会も増えましたが、そもそもなぜ社会や企業で女性活躍が必要なのか知っていますか？男女が互いに人権を尊重し、女性や男性というイメージに当てはめてしまうことなく、一人一人が持っている個性や能力を十分に発揮できる豊かな社会、男女共同参画社会の実現のためには、社会におけるさまざまな場面で男女が対等に参画し、男女双方の声が反映される必要があります。また男女を問わず、多様な人材の能力を活用し、多様な視点、新たな発想を取り入れることは、活力ある経済社会の創造にもつながります。企業の皆さんも、働く女性の皆さんも、女性活躍について一度考えてみませんか？